リスタージョリース、ハッシャリース。今日ね、12時38分のラウターブルネ発のロープウェイがね、人多すぎて僕ら乗れなかったんですけど、臨時便が出まして、無事ですね、ちょっと早めに。来ることができない。臨時便がないとね、13時8分まで待たないとダメだったんですね、ラウターフルで。これは助かりました。やっぱりね、この運転席すぐこの座席取れるとね、相当素晴らしい景色が見えます。ただ全面展望的には絶対こっちの方がいいと思うんだけどね。ちなみにこの線路はですね、高い場所を走ってますけど、勾配がそんなにないんで、ラックレールではないですね。日本の線路、普通の皆さんが知ってるような、線路です。で、これ左の方はこんな感じで、ちょっと強風もかかってるんですけど、リングフラグなんかが見えたりします。で、この線路沿いね、グレスチャルからミューレルまでは歩いてでも、まあ、1時間ちょっとかけたら行けますね。僕ら今回電車乗ります。確かに最高速度なんか15キロぐらいじゃなかった、30キロやったかな、まあ、とにかくめちゃくちゃ、めちゃくちゃ遅い。でちょっと向こうに、ウェンゲンかな、ウェンゲンが今下の方に見えました。目の前にあるのがユングフラウトで、右の方に見えてるのが黒い名刺ですね、シュバルツメイキ。横に運転手さんがいて、今運転手さんが運転しながらマイクに向かって車内放送してます。この席はね、こんな感じでこれ右側の方がハイキングコースですね。たまにハイカーが姿を表します。ここのね、帰るな、前の女の可愛いね。そうやね、1400からね1600、ミューレンが1674メーターぐらいなんだけど。ぐらいまでだから高低差200メーターなんで、まあ勾配ないあるっちゃあるんだけどね、それをまあまあな距離で稼いで登っていきます。あ、今ちょうどミューレン側からこれチャラクに自転車でこう下ってきてる人もねいてますね、右側のハイキングコース。そうそう、逆にねこれチャラクからミューレンまで行く人もいるし。ちなみにこの電車は予約制ではありませんね。基本的にスイスの電車は、まあ、特急列車除いて、まあ、予約制ではないんで、もちろん予約もできますけど、チケットを買って、まあ、席が空いたら座れるという感じですね。まあ、この運転席のこの席も予約制にすると結構人気が出ると思うんですけど。BLM、ベルグバンラウターブルネミューレンというね、この線は今のところやってませんね。で、ここのね、線路もね、新しくするっていう話もあるみたいなんですけど、今のところその動きは見えないですね。なんかトンネルを作って、もうちょっとミューレンに早く行けるようにするとかね、そういう話もあるみたいなんですけど、今のところはちょっとまだその動きは見えてないです。まあ、もっとね、水面下で動いてるかもしれないですけど。今まだ古い線路のまま。あ、ちょっと結構雪はあれやな、思ってたよりも積もってますね。もうちょっと聞こえてるかな、山の中腹のあたりというか結構積もってる感じだね。で、次がですね、唯一の中間駅ですね、ウィンターレイクです。すごい、みんな天気いいからお弁当食べてますね。手振ってます。あ、この人たちはね、多分ね、ブルーベリー取ってる人たちですね。ブルーベリー取ってます。で、ここがチーズ小屋ケーゼハウスっていうか、そうそうそう、ここでチーズ買えますよ。あれここさ、そうそう。そうなんだよね。ここ夏祭りの時にね、移動遊園地が来たりするんですよ。このウィンターレブって駅は。気温18度ですね。ただいま1時3分です。ウィンターレブ駅到着です。でね、今ちょっと左の方のレッサーの前の公園に足場組んでるんですけど、あれはもうちょっとしたらムービーナイトというね、夜に映画を鑑賞するっていう会のためのスクリーンが作られます。ムービーナイトのスクリーンはね、ウェンゲン側からでも夜になるとライトアップされるんで見ることができます。ちょっと右側に見えるのが、そうそう、除雪車ですね。これ冬の間はこの辺りこんな感じで雪が降るんで、で前からはミューレン側から来た電車ですね。電車です。で前にあるのは荷台ですね。あん中に大きな荷物を入れてます。後ろ？あ、僕らの車はね、後ろに荷台はこんな感じだね。今僕らに乗ってるとこはこれのちょうど運転席、隣の方の席に座ってます。そしてウィンターレッドから発車です。そうだね。うわ、すごいね、ハイキングのお客さん。ちょっと開ける？よっしゃ。結構硬いですよ、このドアは。で、これが冬の間のロープウェイ、の支柱ですね。で右の山肌の方には柳蘭がいっぱい咲いてます。これね、これ柳蘭っていう花です。今年はね、ツェルマットの方も結構柳蘭が多くて、柳蘭の年なのかもしれないですね。ちなみにただいま8月3日です。8月3日の土曜日。時刻は1時回ったところです。今グレッチャルからミューレンまで BLM 車両に乗っております。スイスのあり方。それ目の前にある山々は4000メーター近い高峰ですね。もみの木とかカラマツとかがあって非常に気持ちのいいコースです。歩くとね、またこれは違った電車とは乗ったら違った感じなんで、あ、開けといて開けといて。これが右カーブですね。もうちょっとしたらミューレンに着きますね。あ、これちょうど目の前に見えるのがムービーナイトの、さっきのウィンターレブのムービーナイトの広告ですね。ムービーナイト2019、もうちょっとで始まります。一回僕もね、ミューレン側からウィンターレブがグレッチャルクに向けてここの歩いたことあるんですけど、結構いいコースです。そんなに起伏もなくて、でなんといってもね、BLM 車両をね見下ろせることができるんですよ。このコース歩いてると電車の天井ってなかなか見ることができないと思うんですけど、そんな感じでてっちゃん的にも面白いと思いますね、このコース。こんな感じで小屋もありますんで、ここで休んで、休みながらね、ハイキングを楽しむこともできます。で、もうすぐしたら右の方にミューレンという看板が見えてくるんですけど、そこから地区的にはミューレンに入ると思われます。れは多分日本人のハイカーとは違う。これになるとハイキングコースと電車がちょうど同じぐらいの高さになりますね。マウンテンバイクこれがミューレの看板ですね。これね、ここからミューレかな、ミューレン地区に入ると思います。線路はいくらと日本のものですね。登山鉄道みたいに急な登り降りじゃないんで、ゆったりした気分でブレッチアルプミューレンカーを乗ることができます。あえてハイカーとコミュニケーションを取ることもできます。あ、そうか分からんけど、ありがとう。喜ぶわ、歩いてる人。ミューレに近づくとちょっとこううねっとしたねカーブの線路に入ります。この辺りホテルがいくつかあって、そして最後に山々を見ることができまして、で右カーブとともに 1634m やったかな、ミューレンステーションですね。 BLM のミューレンステーションです。ベルグマン・ラウター・ブルネグミューレン BLM の全面展望でございました。皆さん大変ご視聴ありがとうございます。ですね。ミューレンやってきました。多分あの人たちにしようね。Nächste Halt Mürren Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Next stop Mürren. Have a pleasant day.